どうも、哲学徒です。今回はシーズン26の、限定要素であるこだまする悪夢の、ティア130以上 で、ランダムに出現する、盗賊の祠というね、特殊な盗門についてご紹介していきたいと思います。盗賊の祠はですね、ティアが130超えたあたりからね登場するんですけども、ちょっとね実際に映像を見ながら、解説していきたいと思いますので、ちょっと画面切り替えますと。で今ね120まで進めている状態ですので、ちょっと130超えたあたりから、注意深く見ていただけたらなと思います。はい、今121ティアで、結構なかなかねここら辺になってくるといろいろ四隅の盗門も使って、結構敵がラッシュになって大変だとは思うんですけども、パーティープレイの場合であればね、その祠を見つけた人がね、すぐに取ってあげれば結構取りやすいかなと思いますので、ぜひ、見つけてほしいなと思います。今ねちょうどこの下のところに、今触ったやつですね、こんな感じで、ゴブリンがね大量に湧く、盗賊の祠というのが出てきますので、これね見つけたら、触ってあげると、こんな感じでね宝石とか、素材、そしてレジェンダリーアイテムも大量に落ちますので、合わせて倒してあげてほしいなと思います。これ取る前に導きの盗門取ってあげるとね、ゴブリンも、一緒にな、なんていうのかな、取り逃しなくできるのでいいかなと思います。でですね、盗賊の祠取った時に、パーティーとかでは特にそうなんですけど、注意が必要なのは、結構ね、大量にアイテムが落ちますので、なんていうのかな、こだまする悪夢をクリアしても、すぐにね、報告しちゃうと、回収の時間間に合わなくなっちゃいますので、まずはね、アイテムを回収して、もしかすると一回街に戻ってね、解体なりなんなりしなきゃいけないってこともありますので、全員のパーティーメンバーが全員ね、アイテム拾い終えて、ちゃんと、戻ってきたのを確認してからね、報告というか、最後の宝箱を開けてあげるっていうのが、必要になるかなと思います。こんな感じでね、アイテムは、クリアした後でね、全部拾えばいいので、拾ってもらって、でですね、すぐに宝箱開いちゃうと、すぐにカウントが始まっちゃうので、まずは一回、拾ったアイテムを集めて、こんな感じでね、鑑定してあげるのがいいかなと思います。鑑定して、で、鍛冶屋で解体して、最後のね、箱の報酬をもらえるようにした状態で、入ってあげる。で、全部アイテム取れてるなーっていうのを確認した後で、パーティーメンバー。あとそうですね、このエリアに全員パーティーメンバーが入ってるのを確認して、開いてあげるというのがいいんじゃないかなと思います。結構ね、盗賊の祠、素材のない序盤はね、重宝するかなと思いますので、ぜひね、活用してみてほしいなと思います。今後もね盗賊のこだまする悪夢に関する、詳しい攻略情報とかね、補足であれば、投稿したいと思いますので、ぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。